都営地下鉄浅草線。浅草線は東京都大田区の西馬込駅から墨田区の押上駅までを結ぶ東京都交通局が運営する鉄道路線、都営地下鉄である。鉄道要欄には1号線浅草線と記載されている。開業当初は都営1号線と称した後日。基本的に都営浅草線と呼ばれることが多い。営業区間全線にわたって 地下を走行するが、車両基地、孫ごめ車両研修場への引っ込め線は、高架線を走行する。路線名の由来は、下町のイメージが、色濃く残り、かつ国際的観光地でもある浅草から。車体及び、路線図や乗り換え案内で使用される、ラインカラーは、ローズ、路線記号は A。ただし、線内では、朱色、バーミリオン、赤音色等も用いられる。 東京特部を南部から中央部、北東地域にかけて走る。仙岳寺駅で京急本線と押上駅で京成押上線と接続し、それぞれ相互直通運転を行っている。詳細は運行外境の不死を参照。直通先の京急線、京成線がそれぞれ東京国際空港、羽田空港、成田国際空港、 成田空港へのアクセスを担っているため、浅草線自体も空港アクセス路線としての役割を有し、羽田空港国内線ターミナル駅と成田空港駅を結ぶ列車も設定されている。また、2010年7月17日に開業した北総線経由のアクセスルートである成田スカイアクセス、成田空港線との直通運転もっており、 都心部から成田空港へのアクセス路線としての役割は強さを増している。路線は大ね JR 山手線 JR 京浜東北線、地下鉄銀座線、JR 横須賀、総武快速線といった季節の旅客流入路線のバイパスとなる選定をとっている。孫ごめ車両研修場を除き全線が地下線となっている。終始状況は 平成27年度決算で純損益約107億円の黒字である。本路線の建設費用は822億5、569万円である。主な内訳は、線路費が553億4、195万円、用地買収、権利設定費用が92億4、443万円、総係費、建設利息が82億4、 475万円、車両費が33億3、457万円以下、省略となっている。戦前より地下鉄への参入を希望してきた東京都にとって、浅草線は初の地下鉄路線であり、その建設は多くのルテンを経て実現した。東京都心部の銀座、新橋地区を経由して、京成電鉄、当時は、 京成電気軌道の押し上げと京浜急行電鉄、京急、当時は京浜電気鉄道の品川を高速鉄道で結ぶ、構想はかねてからあり、明治の宿改正を経て1920年に東京市国人二号として示された五路線の中にも一号線、品川八井山新橋築地両国西側、雷門押し上げとして記載されていた。その後、関東大震災等を経て、 その構想は変化し、第二次世界大戦による空襲被害を受けた後の1946年には、戦災復興院により、武蔵小山五丹型町虎の門銀座、浅草橋上野本郷三丁目、菅も板橋一丁目の一号線が示されていたが、急速な復興と将来の経済成長を見越した新たな高速鉄道、地下鉄計画として策定された1956年の、 都市交通審議会第1号当申は再び、押し上げ品川間が1号線として指定された。この際、帝都高速度交通営団、当時の営団地下鉄、現、東京地下鉄、東京メトロだけでは、建設が追いつかないという東京都の主張が入れられ、1号線は、東京都によって建設されることになった。また、その際には、高輪、千学寺から、 南の真ごめへ伸び区間も東京都が建設することになった。同区間は1962年の東京都都市、計画地方審議会では、六号線、その後の三田線に変更されたが、1964年には、実情に合わせて、浅草線の延長区間に戻された。一方、高輪、は、仙岳寺品川間は京急が、京急本線の延長として建設することになった。 開業順では三番目だが、一号線となったのは、東京湾側から時計回りでナンバリングされているため、西側が最も、東京湾に近いルートが一号線とされたからである。1五十六年十月に、都の参入が正式に認められ、免許が交付されると、新蔵の地下鉄線は共に都心に、ターミナルのない京成と押上駅で、京急と品川駅での相互乗り入れを前提に、 建設が進められた。当時は、京成と京急で期間が異なっていたが、京成が 1372mm から、改めきして、都営と共に、京急の 1435mm 期間に3社が、統一することとなった。路線建設は、京成側から進められ、1960年に、押上浅草橋間が開業、順次路線が延長された。 当時同じく建設中であった A 番日比谷線と競い合うように工事が進められたが、浅草線は軟弱地盤に悩まされて工事が遅れ、地盤陥没による死亡事故まで発生した。これらが重なり、1964年10月10日開幕の東京オリンピックまでに全線開通が間に合わなかった。このため、東京都交通局は開幕に先立つ同年十月一日に新橋、 大門館を単線で暫定開業させ、夏季オリンピック開催期間中は建設工事を休止した。この遅延は、六号線問題も絡んだとはいえ、仙学時以南の路線計画が不安定なままという事情も影響していた。1968年の都市交通審議会答申第十号において、東京一号線は品川及び西馬込の各方面より、 多町、新橋、浅草橋及び浅草の各方面を経て、押上げ方面に至る路線として示されている。その後、東進第15号では、押上げ青戸高砂大町付近鎌ヶ谷市、北部、千葉ニュータウン、小室地区への延伸計画が示され、青戸高砂間は、京成線の複々線化を行うものとされた。このうちに島米押上げが、都営浅草線、 品川仙学寺が、京急線、青戸京成高砂が、京成線の先造分、京成高砂伊藤が、北総開発鉄道、現、北総鉄道北総線として開業している。なお当初計画では、浅草駅は存在せず、浅草橋から駒形を経由して、押上げに向かう予定であった。この他にもいくつかのルート案があった。しかし利便性を考慮して、 駒形駅を北に移動し、浅草駅を設けることとなり、さらに、倉間へ、本所東橋の各駅が追加された。駒形の駅用地は、駒形変電所、地下変電所として活用されている。また、かつては、西ま込から南進し、神奈川県方面へ延伸する計画も存在しており、1985年の海湯政策審議会答申第7号において、 今後整備について検討すべき路線として位置づけられていた。しかし、2000年の運輸政策審議会答申第18号では、この計画は削除されている。開業当初、他に都の経営する地下鉄は存在しておらず、単に都営地下鉄線と呼ばれていたが、 その後、現三田線が開業すると、1968年の都市交通審議会答申第10号の路線名称を借用し、都営1号線、都営6号線と称した。その後、正式名称を公募することになり、新宿線の開業を年末に控えた1978年7月1日より1号線は、浅草線、6号線は、三田線、10号線は、 新宿線の名称が与えられた。東京の都市交通の中で、国鉄、JR 山手線の東側を通る昭和通りは交通量が多く、都電も頻繁に運行されている。ドルバコロ線だったことは、江戸橋、現日本橋、福新橋間で同通りの地下を走行する一線、浅草線の建設と経営を東京都が行う重要な動機だった。 しかし、新宿をはじめとした山手線西側の福都心、新都心開発は東京の重心を西側にずらし、そこから外れた浅草線の輸送人員数や混雑率は他の地下鉄路線と比較すると低くなったが、これは輸送力増強の余地にもなった。1991年に京成が成田空港駅、1998年に京急が羽田空港駅、 現羽田空港国内センターアーミナル駅に乗り入れると、浅草線は両空港や東京都心部を結ぶ空港アクセス鉄道の機能を飛躍的に強め、一部駅の通過運転で速達性を重視したエアポート開徳の運転も行われるようになった。押上浅草橋間の開業は1960年昭和35年12月1日に予定され、開通式は その前日となる11月30日に実施した。しかし、全体の施設完成後の同年11月に、東京陸運局に運輸開始認可の申請を行い、11月25日より5日間に、渡り、運輸省、現国土交通省による運輸開始検査を行った際に、駅施設の内装の不備、駅勤務員の教育不足などいくつかの指摘事項を受けた。 このため、12月1日の開業時に、運輸開始認可が降りず、旅客営業ができなくなるという事態が発生した。その後、東京都は指示された、期限内に完成させること、業務指導を徹底することを確約し、再確認を受けた12月4日の午後になり、運輸開始認可を受けた。このため、当日も、始発からの運転開始が、押上駅14時35分発からの運行となり、 多くの混乱が生じたとされている。以下の鉄道路線との乗り入れが存在し、相互直通運転の多様性が特色として挙げられる。大部分の列車が他車線と直通しているため、終点駅であるオシアンゲ駅より開始の列車は少なく、特にオシアンゲ駅方では早朝、深夜を除きほとんどの列車が、京成電鉄押上線に直通する。大幅なダイヤ乱れが生じた場合でも、 押しげ駅での折り返し運転は原則としてなされない。列車は最大で4事業者にまたがって運転される。これはパスモにおける改札内乗り継ぎ回数の上限と重なるが、乗り入れ先の内柴山鉄道線内ではパスモが使用できない。押しげ経営線学受験ゆう、現行ダイヤでは三崎口駅、京急栗浜線成田空港駅。 京成成田スカイアクセス線経由間を結ぶ列車が当線を経由する最長距離の列車 136.6km であり、東京の地下鉄としては、千代田線の取出駅、JR 常磐観光線伊勢原駅、小田急小田原線間 100.3km 有料列車では、土曜、休日運転の福都新線経由のエストレーン西部秩父駅西部秩父線元町、 中華街駅、横浜高速鉄道港未来線間、113.8km をしのぐ最も長い直通距離である。なお、該当列車はすべて、京急の車両による運行となっている。千学寺から南方向は京急線直通旅客の便を測り、品川、羽田空港、横浜方面への列車を多く運転している。 視線的位置づけの西窓込駅線が9時駅間については区間運転列車も多く設定されており、日中はこの区間の列車の3分の2にも及ぶ。それとは逆に、押上駅西窓込駅間の線内運転のみを行う列車は平日朝の4往復のみとなっている。列車種別が案内上多数存在するのが大きな特徴である。通過運転するのはエアポート開のみであり、 その他の列車は厳密には浅草線内は普通各駅停車であるが直通先の種別が案内されている。エアポート海得を除き南港は押上駅で北港は品川駅で表示を変更した上で乗り入れ先での種別を表示京急線内でエアポート急行となる列車は急行と表示案内されるし 線内で終点になる列車と京急線品川駅の列車は普通を表示する構想などの案内では各駅停車を用いることもある京急線品川駅や押上駅で種別を変えて直通する列車もあるなおエアポート海徳は南北両方向とも押上駅で乗り入れ先の種別に表示を変更する運行される種別は多いがエアポート海徳が通過駅を持つた 浅草線内では各駅に停車する。浅草線と直通、または接続し、仙学寺駅から京急線内を普通で運行する京急線下り方面の列車は平日に2往復、土曜、休日に2.5往復のみである。京急線内の普通停車駅のホーム有効調の関係上、浅草線直通列車は北品川駅、梅屋敷駅などには停車できないため、 該当する列車はすべて品川駅発着である。なお、時刻表ではエアポート回特を除き、すべて普通の扱いである。また、回特については京急が、回特、形成は、快速特急を正式名称としているが、都営側では駅の自動放送や駅及び、車内の路線図などにおいて、回特に、統一の上案内している。乗り入れ先である京急本線。 国総線が20分サイクル、京成本線、押上線が40分サイクルのパターンダイヤのため、浅草線でも40分サイクルのパターンダイヤが組まれている。仙学寺駅押上駅間は、運転密度が高く、平均5分間隔で運転される。エアポート回特、回特は、仙学寺駅及び押上駅で、先着列車の退避を受ける。 日中時の全体では、1時間に、西馬込駅仙楽寺駅間が9本、仙学寺駅押上げ駅間が12本、このうち3本は、エアポート開拓の運転となる。日中は、仙学寺駅で接続が図られ、西馬込駅発着の列車と、京急線内発着の列車との乗り換えがしやすくなっている。箱根駅伝開催日は、京急か田駅付近にある、 第一京浜の踏切を選手が通過するため、毎年1月3日には臨時ダイヤが組まれ、一部の羽田空港行きが京急川崎行きに変更されていた。2012年10月21日に高架化工事が完成したため、2013年開催分からは臨時ダイヤそのものが廃止された。優等列車としてエアポート開特が運行されている別料金不要。 停車駅は、駅一覧表を参照。新設当時は、羽田、成田の両空港を結ぶ列車との位置づけであったが、車両運用の都合上昼間時を呼び朝ラッシュ前の、南港と夕方ラッシュ終了後の北港のみが、運行されていた。また、浅草線内で、エアポート海徳と同じ駅に停車し、ただし大門は通過、青戸駅、または、京成高砂駅が、始発。 終着駅となるエアポート特急も運行されていたが、1999年7月31日の京急の白紙ダイヤ改正でエアポート回得に統合された。その後のダイヤ改正で日中の列車が京成桜駅発着となるなど、空港間連絡列車の意味合いは薄れていたが、2010年7月17日になりたスカイアクセス線が開業し、この日のダイヤ改正で、 京成桜駅発着のエアポート開徳を、同線経由、京成線内アクセス特急の成田空港駅発着に変更したため、再び空港間連絡列車として運行されるようになった。将来、浅草線内の当該列車運行部分の駅に追い越し設備を設け、羽田、成田両空港間を1時間程度で結ぶ構想が、国土交通省で検討されている。 今後の動きの節も参照。現行では各駅を時速 55km で通過している。4車と相互直通運転を行っているため、2017年現在で最大14形式の車両が運行されている。制御電動車を先頭車に配していない京成電鉄の3600型は京浜急行電鉄への乗り入れができないため、浅草線では 西馬穂名駅発着の運用に使われる。また、京急2100型は、浅草線への直通運転こそできないが、仙楽寺駅までは入線できるため、仙楽寺駅に限っては2017年現在で、最大1 5形式の車両を見るとができる。どの列車が、どの車両で運用されるかは、列車番号の末尾アルファベットで区別されており、T が、都交通局車両、K が、 形成車両 N が北総車両、千葉ニュータウン鉄道所有車両を含む H が京急車両となっている。列車番号については、マイライン、東京時刻表、交通新聞社にも掲載されている。また、乗り入れ先の車両が、それぞれの自車線に直通しない、形成車による西馬込千学寺折り返し、北総車による千楽寺、青と、形成高佐五行き、 京急車による西馬込行き運用もある。2014年11月8日のダイヤ改正前までは、平日の朝に、京成電鉄の6両編成で運転される列車が、西馬米京成高砂5間に1往復あったが、同改正後は全列車が、各事業者の8両編成で運行されている。北総車は、京急線内においては、横浜方面には乗り入れない。 形成者は2018年12月10日より平日、一往復に限り三崎口駅まで乗り入れる運用が設定された。2016年度の朝ラッシュ時災混雑区間、本所東橋浅草間の混雑率は131%である。最短で2分30秒間隔と高頻度で運行されており、東京メトロ銀座線浅草新橋間、 総武快速線横須賀線、曝露町新橋間、山手線、新橋五反田間等、ほぼ全区間出た路線のバイパスとなるような線形を取っていることから、混雑率は都営地下鉄の路線で最も低い。開業以降の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。2001年5月の首都圏の空港アクセス緊急改善対策及び8月の都市再生プロジェクト第2次決定を受け、国土交通省、東京都、中央区、鉄道事業者などが検討委員会を設置し、周辺の再開発とともに日本橋、東銀座間から 東京駅への支線建設が検討された。この計画が実現した場合、東京駅から羽田、成田両空港への新たな直通アクセス路線となる。特に、成田空港へは2010年7月17日に開業した成田スカイアクセスと直通した場合、最短アクセス路線となる。国土交通省は、羽田、成田両空港間を乗り換えなしで結ぶ鉄道の 整備を計画している。2008年8月9日に発表されたのは、浅草線の途中駅、宝町駅、三田駅周辺に特急列車対比設備を新設すること、両空港駅間を65分で結ぶ計画。予算は、およそ400億円。これに対し、同年9月7日にはバイパスとして並行する、別線を新たに建設する案、およそ3000億円も発表され。 さらに10分の時間短縮が可能とされている都心直結線も参照。この案では東京駅付近へ駅の設置も検討するとされている。同年10月、国土交通省はバイパス線建設を最有力候補にすることを発表した。2016年2月5日より一部の車両において無料 Wi-Fi サービスが開始された。ホームドアについては 浅草線では、相互直通運転各社の乗り入れ車両数が多く、これまでのような定位置停止装置等を車両に搭載する方式で、ホームドアを整備するのは難しい。そこで、都交通局は、ドアに貼り付けられた QR コードを駅のカメラで読み取ることで、ホームドアを開閉連動させる技術を、電装ウェーブと共同開発した。2017年11月24日より、 大門駅一番線ホームで実証実験を行った後、2020年東京オリンピックまでに新橋駅、大門駅、三田駅、千岳寺駅にホームドアを設置する予定。2020年には開業60周年を迎え、それに伴い2018年にリニューアルプロジェクトの基本構想を発表するとしている。東京メトロの中期経営計画で、 と交通局と連携する形で人形町駅の都営へ、メトロ構内の改札通過サービスの導入や半蔵門潜水店宮前駅との連絡駅設定が時期は示されていないが発表されている。後にこれらは2018年3月17日から開始されることが発表されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。